2000年国勢調査時のウィンダム軍の人口ピラミッドウィンダム軍はアメリカ合衆国バーモント州にある軍。2005年の推定人口は44,143人で、軍庁所在地はニューフェインである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積2067平方キロメートルである。このうち2043平方キロメートルが陸地で、 24平方キロメートルが水面である。総面積の1.18%が水面となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は44,216人、18,375世帯、及び11,447家族が暮らしている。人口密度は22平方キロメートルで、13。 平方キロメートルの平均的な密度に27,039件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人96.72%、黒人及びアフリカン・アメリカン0.50%、先住民0.22%、アジア系0.79%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種0.32%、及び 本決1.42%で人口の1.11%がヒスパニックまたはラテン系である。住民の18.1%がイングランド系13.3%がアイルランド系9.5%がフランス系8.9%がアメリカ系7.7%がドイツ系6.0%がイタリア系5.0%が フランス系カナダ人の子孫で95.9%の住民が英語、1.3%がスペイン語、1.2%がフランス語を母語としている。18,375世帯のうち29.90%は18歳未満の子供と暮らしており、49.20%は夫婦で生活している。9.60%は未婚の女性が 接待種であり、37.70%は家族以外の住人と同居している。29.70%は独身の居住者が住んでおり、10.20%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.35人であり、家庭の場合は2.91人である。軍内の住民は23.50%が18歳未満の未成年。 18歳以上24歳以下が7.10%、25歳以上44歳以下が28.10%、45歳以上64歳以下が27.20%、及び65歳以上が14.00%に、渡っている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は95.00に見て、 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.80に見える。この群の世帯ごとの平均的な収入は38,204米ドルであり、家族ごとでは46,989米ドルである。男性の31,094米ドルに対して女性は24,650米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人あたりの収入は2533ベ米ドルである。人口の9.40%及び家族の6.10%は貧困戦以下である。18歳未満の12.00%及び65歳以上の7.90%は貧困戦以下の生活を送っている。2006年にウィンダム軍のダマーズトン、マールボロ、ニューフェイン、ストラトンの4町は 当時のブッシュ大統領の弾劾決議案を支持する決議を承認した。ウィンダム軍は2004年と2008年の大統領選挙で共に州内で最も民主党に投票した割合が高かった。そのうち2004年の大統領選挙では州全体では民主党のジョン・ケリー候補が共和党のジョージ・ W ブッシュを20.1%上回って いたが、その中でもウィンダム軍では35.2%の差で、ケリーが上回っていた。2008年の選挙でも、州全体では、民主党のバラク・オバーマ候補が共和党のジョン・マケイン候補を37%上回っていたが、軍では48.1%の圧倒的な差で、オバマがマケインを上回っていた。ウィンダム軍保安官局は、 軍内のブラトレボロのような大きな町以外の地域では、法執行の重要な礎となっている。また、その他の大きな町でもバーモント州警察と契約を結んで、それぞれ法を執行している。軍内にあるボールマウンテンダムとその湖。ダムは河川の水かさ調節のため、アメリカ陸軍工兵隊によって建設された。ダマーズトンにあるダマーズトン屋根付け橋。 村は国勢調査時の地域区分で、それぞれの村が必ずしも法人組織を持つというわけではない。バーモント州ウィンダム郡の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年12月13日閲覧。アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。バ <Off> <laughs> ーモント州の4町はブッシュを弾劾することを表決した AP 通信2006年3月8日配信2008年9月20日閲覧。2004年、うん、<laughs> アメリカ合衆国大統領選挙の結果バーモント州アメリカ合衆国選挙図録。<laughs> ありがとうございます。